どうもプラでございます。ということで今回もやっていきたいと思います。今回ですね、ちょっとスマホ版なんですけれども、ちょっとですねアップデートが、来てたの完全に忘れててですね、多分昨日かな、まあとりあえずね、急いで今アップデートの方をしたんですけれども、とりあえずそこでですねなんか新しい機能の方がね、ちょっと追加されたので、ちょっとここのね、そこをちょっと確認していきたいなと思います。で、あれですね、にゃんこのアイコンの方が7周年ってなってたんでね、もう少しで7周年記念のイベントの方が多分来るんじゃないかなと思うんですけども、いや、なんだかんだでもう7周年ということで、1年経つの早いなと思いながらね、とりあえずやっていきたいと思います。で、今回ですね、メニューですね、これ、にゃんこメダルっていうのがね、ちょっと出てきたんで、ちょっとこれがね、なんだかよくわかんないんで見ていきたいと思います。はい、ということで、これらしいですね、にゃんこメダル。なんか全然解放できてないんだけど、これは何でしょうかね。まあ、ちょっと、見てみましょうか。なんか、インフォメーションマーク。あ、ここだね。はい、これ見てみましょうか。はい、にゃんこメダルとは、にゃんこメダルについて、特定の課題を達成することでメダルを入手で、することができます。入手したメダルはにゃんこメダル画面に、表示されます。入手してないメダルは獲得条件を確認することができますと。なるほど。これメダル何？メダルは、あると何？なんかあるのこれ。メダルのアイコンをタップすると、名前と獲得条件が表示されます、ゲームの進行度によって、獲得条件が表示されない場合がありますみたいな感じですね。はい、なるほど、各課題の達成期限はありません。じっくりプレイをして、メダル獲得を目指しましょうということで、そうですね、これは特に何もあれだかね待ってちょっとテンパった。メダルに関してこれは、そうですね、まあ、獲得したからどうだっていうあれはなさげな気がするんですけど、まああれですかね、やっぱこの辺はちょっと全然あれですね。はい、まあレジェンドストーリー関連、宇宙編第3章、俺お宝全部ゲットしなかったんだっけ。まあいいや、まあそんな形で、獲得数52、全部でキャラクター総生産額が1億円を突破。それどれだ、ちょこれハテナだ。ということで、まあ結構なんかね、もう全然ほらまあ解放できてないのがちょっと多いんですけれども、まあちょっとね、まあ特にこれ獲得したから別に報酬があるってわけでもないんですけれども、まあ暇つぶしとかでね、ちょっとこういうのね、探しに行ければなんのと。あれ、カリスマ俳優、これはあれか、アップデート後に、見つけないと意味なさげな気がするな。あー、全然ちょっとやってないところも結構あるんでね、結構まだメダルの方は全然ゲットできるんじゃないかなとか思うんですけども、まあそんな感じですかね。ということで、まあ新しいアップデートの方で、まああれですかね、今回こちら、にゃんこメダルの方が追加されたということで、また今後ね、なんか7周年記念でまたなんか、多分いろいろなんか来るんじゃないかなと思ってるんで、またなんかね、次第、動画にしようかなと思います。またなんかね、昨日の方が多分追加されてるかもしれないので、まあなんかね、分かり次第また動画にしたいかなと思います。追加でこちらですね、ミイラ姫のレイガがなんか第3形態来てたんで、ちょっとこの後進化させようかなと思ってるんで、これ多分あれだよね、今回の多分アップデートで追加されたんじゃないかなと思うんで、ちょっとせっかくなんで、ちょっと後で進化させようかなと思うんで、ちょっとね、次回で使ってみたいと思います。ということで、とりあえずね、一旦ここで終わりにしたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回動画でお会いしましょう。またね。